あ、同じこと言ってもですよね、今のね。これめちゃくちゃいい、にぎやかで、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。今日はですね、ちょっと先日の台風でこの柏の木が倒れてしまいまして、うん、はい、鉢がパックリと割れてしまいました。うんうん、はい。まあ、せっかく植え替えるっていうことで、ちょっと面白い形にできたらなということを思いまして、この、うん、ちょっと石につけてみようかなと。石につける柏？柏。あんまりやるもんなんですか、柏っていうか。そもそも論、うん、ちょっと水が大好きな気でして。ああ、じゃあどうなの？水でも溜まりやすいのか。水を、まあ溜まりやすいように下には首になってますけど、うん、はい、水は必須の重さになってしまいますけど、ちょっとやってみようかなと。わかりました。思っておりますので、チャレンジ動画です。はい。それを前提にお楽しみください。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずですね、はい、木の説明します、はい。柏餅の柏ですね。よく心拍を感じした時に、うん、真柏っていう人いるんですけど、あ、全然違くて、はい、こちらも正真正銘柏、うんうん、で心拍は全然白芯なので別品種になりますね。街路樹とかでよく当てることが多いと思います。葉が大きくて、この木の特徴としては、まあ、ひろひろと上に向かって分陣で、うん、分陣調で作られている木でして、はい、上に今ひろひろとなっています。でもう少しちょっと風の流れを出したいなと思ったので、植え付けを若干、うんうんうん、こういうふうな形にして、はい、流れを強調しながらここに毛と土と苔を張って、まあ、より自然体な姿にしたいなというふうに考えてます。で石はここに穴が開いてますので、水はけはちゃんといい石になってます、はい。前はね、これ五葉松がついてて、うん、五葉松が弱っちゃってんでちょっと取った石なんですけど、こういうのが洒落たところにあるとかっこいいかなと思って、確かにって感じでやっていきます。はい。じゃまず、ここに網をつけていきます、はい。石に網つけるのもなんか珍しい光景ですね。うまくつかねえ。うまくつかねえ。柏って盆栽であるんですか？おお、あります。まあまああるんだけど、そのサイズ的にさ、うん、大きくなっちゃうよね。それでも飾りでね、おしゃれて作る場合もあるし、うん、ただ結局葉が大きいからちっちゃく作ると厳しいんですよ。そうですよね。そうだからやっぱある程度大きい木になっちゃう、うん、でもこうおしゃれた空間にはなりますね。夏とかはいいかもね。そうそう、涼しげで風に吹かれて、はい、でちょっと剪定しちゃったんですね。あ、剪定しちゃったの。しちゃったん。確かに。じゃあほんと植えるだけの動画になっちゃう。なっちゃう。石の正面どっちって考えてる？こっち側ですね。ちょっと奥の方が背が高いようにします。先に見せるのに、先に見せるのに、いやいやね。こっちに赤玉の水が入ったんですね、はい。昼間そのダンスこれやってもらったわけ。あー、嬉しいです。ちょっと昼間そのダンスがあるって。なんか見たことあるかな。なんとなく雰囲気わかりますよね。ケツ筋踏んでくれないんだ。どういうこと？踏んでない、全然。全然。ケツ筋踏んでくれない。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。特別出演。
これを抜いていきます。はい。ちょっとこれダメだ。なさ。ここから雨が降ってる。おー、濡れる。葉っぱから雨が降ってくる。結構長く入ってたんですかね、鉢の中。いや、これ去年。去年で1年でこんなの。そう。タバコ吸いながらやってるのかと思う。最初にこれ写しておきます。当たり線香。結構ガッツリ切っても大丈夫。大丈夫大丈夫なんですよね、こんだけ元気ってことは。やっぱ葉っぱが大きい分ね、下が伸びやすいんでしょうね。ああ、だから剪定したってことはもっと葉っぱいっぱいだったってことだもん。そうそうそう、根っこも切れるって。うわ、すごい。すんごい、これ1年で出た根じゃないよね、でもこれ。これは違うかもしれないですね。だからちゃんと去年切らなかったんだろうな。中に入ってた、今出してる前にして白か赤って分かりますか？あれ赤っすね。ピンク。もう画面に入んないんだよ。もう見えない。前景が見えないんですよ。何時？ここが当たってんだね。うん、ゴツゴツしていくから。そうそうそう。どう、高木さん？いいですね。おつな感じで。絶対マイク拾ってないと。おつな感じでいいですね。急に切れる。これぐらい？やりすぎ。そう、ちょっとやりすぎな。はい。前傾すぎ。確かに前傾すぎ。ちょっとじゃね、あ、こうなんかいろいろ動かしてもらっていいですか？一回ちょっと抜いてもらっていいですか？はい。ここでした。これはあれですか、土手を作る感じですか？そうですね、あと隙間に、うん、入れてあげて。水ゴケは入れてない？入れてない、うん、どっちでもいい感じですか？なんか練ったら意外と大丈夫そうだったな。うん、水ゴケ入れた方が吸収はいいんですよね。はい、水も結構あれですね、上がりますね、上にね。いいんじゃない、それでいいんだ。石との差が。どうも。あれ、だいぶ、だいぶ違うぞ。違うって。え？あ、そうそう。え？そう。足元見てて僕も気づいた。あ、気づいた。どういう教育してんだろうってならないから。最初から。いや、もう決めないと切れそう。切れちゃう。やばい、切れそう。あ、編集が切れそうだよ。すいません。切れやすいからな。大丈夫ですか？
針金の話でしょ。針金の話です。針金の話ですよ。あ、全然ダメだ。もっとこっちだもん。なかなか決まらず。 お兄ちゃんいた？お兄ちゃんいなかった？後ろに大丈夫なんか、ね、後ろから心霊写真みたいになってるから。んじゃない、こうでしょう。ああ、もうそっちから見てみようか。フェイト。これでつけるのが大変だな。位置ね、穴がここだから針金の位置が難しいね。ほら、ありのまま。よろしいですか。これあれですか、根の間に入るようにギュッと、そうそう、差し込むというか押し込むというか、しっかり隙間が開かないように。はい。できましたか。はい、できました。苔を、苔、これ大量な苔が必要あります。そうですけど、はい、ありますか。なんとかします。なんとか。はい、ご飯食べまして苔を張っていくということですね。はい、すいません、なんか。どうしたんですか。いや、私になっちゃった。あ、すいません。すいません。兄弟子がちょっとね、ちょっとあれがあれなもんで、あれがあれなのでちょっと代役ということで貼っていきたいと思います。思います。はい、苔集めてきました。集めてきました。こっちにもあります。ちっちゃくしたりとかはやんない感じですか。あんまちっちゃくしない方がいいって僕言われてて。大きい木だから。いや、ちっちゃいやつだとこのまま行った方が自然だと。自然だと、うん、あの、なんですかね、丸みがあって、こういうちっちゃいのを集めると、うん、なんかちょっと不自然な感じになりません、って僕思う。いや、いいと思います。はい、自分の信じる道を突き進んでほしい。苔って難しいですよね。センス、いつも展示のやつとか、うん、貼ってくれって言われるんですけど、はい、ドキドキしながら貼ってます。苔が難しいんだ。苔難しい。高木さんは苔張りました。お帰りなさい。すいません。すごい。すごい。できた。はい、完成しました。はい、ちょっとここだとあれだね。全景映らないので、はい、持ってきますか、どっか、はい、飾ろうとしましたが、針金をかけるということですね、はい、ちょっと頭を寝せるためにですね。その前やったんですけど、ちょっとあんま効かなかったんで。なるほど。はい、
お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一応こういう形で、柏の石付きできました。狙い通りにはなったのかなっていう感じですけど、後半全部ちょっと高井さんがやってくれたっていう、この合作っていう。合作ですね。コケ張りのポイントがあります。コケ張りのポイントは、なるべく自然風なイメージなんですけど、なかなか当時園が苔が在庫がないのでうまくできたかちょっと心配ですけど、ふっくら真ん中高になるべく しています、あとはちょっとこの辺は何だろう、ただの平らじゃなくて凹凸があるのがいいんじゃないかなと思います。時は忍ぶ、はい、自然味を出して夏らしさを出しました、はい、今はこういう場所に飾ってますけど、現代的な男に置いても面白いかなと思うし、いろいろ可能性があるんじゃないかなと思っているんですけど、どうですか、どうですか。こういう飾りを置ける家が少ないからね、今ね。まあそうですね、だから結構広いとこじゃないと、テナントさんとか、飲食店とかあったり素敵だよね。かっこいいなと思いますよね、ちょっとワンモダンな感じで。そうですね、はい、ということで、これも販売しておりますので。販売してる販売してるんですね、はい、はい、以前作ったやつもまだ売れてませんので本当にすごいなんか元気になってましたけど、あれ。そう、あの前のやつよりか軽いので、うん、腰は悪くしないと思いますそうね、はい、まあ新しい提案ということで。そうですね、はい、レンタルとか始めたらいいかもね。そうですね、こういうのが結構アンテナ張ってる方には刺さるような音声かなと思うので、はい、よろしければ、ご連絡お待ちしております。ということで、この柏の石付きの盆栽がいいと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。 Please subscribe and thumbs up。 Thank you。 Thank you。 ありがとうございました。バイバイ。メンバーシップもよろしくお願いいたします。 Please メンバーシップはい、ありがとうございました。